藍津下立駅は、福島県山郡稲葉城町大技三里技、下立にあった、万代急行電鉄の駅である。万代急行電鉄の廃線に伴い1969年3月27日に、廃駅となった。開業時からの駅の一つであった。交換設備を有していたが、晩年は交換設備が施錠され、無人化された。旧駅名は、 下立駅であるが、1923年11月から実施された日本国有鉄道との連帯運輸に備えて国鉄三戸線下立駅と同名になることを避けるために広域地名の合図を監視合図下立駅に改称した。駅名の表記については合図下館とする資料も存在し、廃止時点の乗車券にはこの文字が使用されていた。駅名は付近にある。 下立集落より取られた。廃止時点で一線を有する地上駅であった。プラットフォームは存在せず、乗客は地面から直接乗降した。かつては二線を有する列車交換可能な交換駅であった。使われなくなった駅舎と反対側の急上り線は交換設備運用廃止後も側線として残存していたが、片開き分岐の点鉄機は作業され、 車上と記載された立て札が立てられていた。その他、旧上り線の川上げた方から、校内外側に分岐する、行き止まりの側線を一線有した。なお、晩年の列車交換については、臨時列車などの特別な場合に行われたとの記事も、ある。無人駅となっていたが、有人駅時代の駅舎が残っていた。駅舎は、校内の西側に位置していた。木造の駅舎であった。 駅舎とは別棟でトイレ棟を有した。トイレ棟は駅舎の北側に位置し、壁に便器で WC と書かれていた。鬱蒼とした森の中に位置した。1996年時点ではトイレ棟のみが残存し、青で染め付けされた便器もそのまま残存していた。2000年時点で駅の敷地自体は県道となっており、 白木城駅付近までの約4キロメートルが一直線の弾丸道路となっていた。2007年5月時点ではトイレ棟も変わらず残存し、懐かしの沼尻軽便鉄道を訪ねてと記載され、駅の説明文と現役時代の写真がついた駅名標を模した案内板も建てられていた。2010年4月時点でも同様でトイレ棟の扉の板や床板が修復され、 トイレ棟周辺や床に茂っていた雑草も除草されていた。また、駅脇にあった旧長瀬産業組合の建物は後に JA の利用するところとなり、さらに2010年6月から沼尻鉱山と京弁鉄道を語り継ぐ、海発足の手により、合図下立駅、村の停車場という名の文化保存施設として再利用されている。この2階に、 沼尻軽便資料展示室が開設され、鉄道及び鉱山の資料や写真、ジオラマなどが保存、展示されている。道会では線路跡や駅跡の案内も行っている。また、県道の名称に名を残している。ありがとうございます。